今回はね、原爆投下が終わっての終戦記念日もね、過ぎての、撮影です。今回も、まあこのね後ろのバックに映ってる、原爆ドーム前に来てます。はい。ちょっとね、でも若いんでちょっと質問なんですけど、はい、その広島の原爆についてちょっと知ってることとかありますか？いつあったとか。いや、なんか小学校の頃習ったんですけど、戦争が終わったのは分かるんですよ。1945年に終わったっていうのはもう習ってるんで、15度だったかな。なんだ、そうだよね。だから結構ね、みんな薄れてるという歴史のね、教科書も徐々にその教育の関係で薄くなって、もう必要部分だけしか載ってないとかね、いうことが起きてるんで、ちょっとね、今日はやっぱり僕もそんなに詳しくはないですけど、結構ね、よく行くんですよ。1年に1回ぐらいは行くぐらいな感じなんですよね。で、まあね、いろいろメンバーいるけど、やっぱりこの一番ね、スピチューブの中で若いレオをね、連れて行って、そのこの原爆に対しての理解というかね、知ってもらいたいなと、こういうことがあったんだぞという感じで、今日はね、歩いていこうかなと。戦争について全くわからないというか、お父さんから、先生からちょっと聞いたけど、戦争とか広島の原爆とか、そういうどういうものなのか気になる方というかね、ちょっと興味ある方もぜひね、見てもらいたいなということです。はい、よろしくお願いします。はい、あちらのね、原爆ドームなんですけど、もともとはね、1915年にできた広島県物産陳列館という、名前だったんですけど、その後広島県立、商品陳列所となって、さらにね、名前が変わって広島県産業奨励館という名前になりました。名前の通りね、この物産、広島のね、物産品とかを売り出すためにできた場所という感じでできたらしいですね。結構ね、岩がね、ゴロゴロしてるんですよね。独特な、でもね、多分ここがなんかあったんですよね。向こう側にもなんかいろいろあるけど、まあ、船着き場だったのかちょっとわかんないけど、その75年前にぐらいにはあったと思われる、ね、人工的なこういう石の。この前がね、元安橋と、いうことで、爆心地からね、130メートルの地点になるんですけど、今はね、この目の前にあるのが今の元安橋なんですけど、これがその当時の元安橋の一部ということですね。はい、こちらがね、平和の鐘と、いうことになってますけど、やはりね、今回の影響で中に入れないということで、本当だったら鐘を鳴らせれたんですかね。そうだね、ボーンと。やはり今のご時世なんで、でこの鐘もね、なんかその音色の百選というか、選定されてるみたいで、もうね、これも原爆ドームと並ぶぐらいね、重要な、モニュメントの一つとなってます。そうですね。ね、こちらが原爆のこの像ということで、この像はね、2歳の時に被爆した佐々木、貞子さんが10年後にその白血病で亡くなったことがきっかけに、同級生が慰霊碑をね、建てたということで、千羽鶴がね、周りに、囲まれるようにこの像がね、立ってるんですけど、佐々木貞子さん その病気がね、いち早く治るように、クラスのみんなが鶴をね、折ったことによって、徐々にこういう形で、皆さんがね、千羽鶴を折るようになったというわけです。
これがその原子爆弾によって起きた、火というか、その当時燃えてた火がそのまま、現代に至っても燃え続けてるという、なんともね言えないですね、こればかしは。警備員さんも どこだったかな、こっち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 、あ、ゆっくりでいいよ。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。あ、そうです、ね、これはちょっと、ね、あの資料によってはちょっとここの展示だけで使ってくださいっていうものがあったりするんで、わかりました。資料単体のお願いします。というわけで、あの撮影許可の、パスカードをゲットしました。まあ、いくつかね、そのダメなところとかいろいろ聞いた上での、撮影になります。はい。というわけで、あの原爆資料館に行きました。これからねちょっと撮影するということで、あまり派手にはできないということで、どうです、初めてですね。そのこういうなんかその今そのこの世界の片隅っていうのが今バンって出てるんですけど、そういうのは知ってて学習してたんで、そういう面ではちょっと楽しみじゃないですけど、その歴史を知れる興味があるんですね、本当に。はい、じゃあちょっとこれからあの禁断の扉を開けて、これまで、ね、そう、その当時のちょっとね、時代というか学んでいきましょうかね。それでは始まります。新しくねリニューアルされてから僕は初めて、いや僕もないんですよ本当。小学校の頃に来たんですけど、小学校の頃は古いやつだったんで、リニューアルの頃初めてなんで、ちょっとねちょっとね楽しみですね。全然わかんない。1945年7月6日、もともとこういうね町だったと。それが一気にしてね
亡くなっちゃったと。これがその当時の。なんかね、次の部屋に移る時のこの間が何とも言えないね。そうですね。うん。そう、いろいろ考えながらね、多分行くんだろうね。いつもだったら人が結構多いんですけど、そういう時期ね。でも全然人いないんで、ないとかも少人数なんで、逆になんかひっそりしすぎて、じゃあ結構悲惨さが余計になんか伝わるというか、結構リアリティが、人がいっぱいいたらね、紛れるんだけどね。本当にこれを実際に着ていたものがあったりとか、原爆で本当なんか壊れた瓦礫などを見たら本当にちょっと悲惨さっていうのがね、本当に、そうだね。ねえ、座ってるさ。したよね、どの部分もその何なんだろうと思ってもすぐ分かるような、あ、これが、あ、こうそうだったんだみたいなね。ぜひ来る価値は絶対あります。絶対あると。今日はね、その主要な部分ね、一応、簡単にね、回らせてもらいました。なかなかその言葉にして、感想を伝えるっていうのは本当に難しいんですね。そうですね、難しいですよね、本当に。だからその見て少しでも、何か、感じ取ってくれたらいいかなという意味を込めて、これをね発信しているわけなんですけど、まああえてその言葉にできるものがあれば、まあ、この言葉というのはそのこれを見てる方に少しでもなんか伝えるというか、まあ、僕が感じたことというよりは2つ、まあ、2つ言いたいと思うんですけど、まあ、これからねこの戦争といったことをこんなことがあったということを、まあ、資料館もそうなんですけど自分たちが次の世代へそのつなげ語り継いでいく意味も込めて、まあ、そういうのも大切だし、もう一つがこういった戦争、原子爆弾を落としたというその間違いをもうこれ以上世の中で出してはダメだということを世界に広めたり考えさせることができればいいんじゃないかなと思います。はい、そうですね。まあこうやってね、
今の本当この前目の前ねすごい平和な感じなんですよ。目の前のねベンチとか芝生のところでゆっくり休んでる人、散歩させたりねしてる人いるし、それこそもうこの75年前がこうねすごい世界だったというのを考えさせられないぐらい今本当にね平和な空気が流れてるんですよね、はい、だからこの平和を常に何だろうな、この平和が多分大事だと思うんですよ。いろいろね今の現時点ですごい大変な思いされてる方もいろいろおられると思います。でもいつかはこういうね平和がやってくるんだと思ってもらいたいなと。もちろんね今平和を感じてる人もずっとこのまま平和で、続けてというかこの平和をねありがたいと感じていただければなと思います。それもやはり今まで、国のためにね頑張ってきた方のおかげでこうなってるということなので、ぜひ頭の片隅に入れていただければと思います。はい、今回こんな感じでお伝えしました。またねスピーチーブもよろしくお願いします。はい、以上現場からお送りしました。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。